ちらを紹介します。こちらはミルクモーモーと言いまして、お水を飲ませて乳搾りができるおもちゃ。なんということでしょう。乳搾りができるなって夢のようですね。やっていきましょう。ではね、お水をね、入れてきましたよ。この牛さんにお水を飲ませてあげるんだね。ももさんの頭をね、はい、飲んでいいですよ。これでいいの？この尻尾を上下に動かすんだって。お、すごいすごい。おー、びっくりした。この説明書を読むとね、4つの乳首のうち白い印のついている乳首を軽く下に引っ張るように絞ってください。お部屋の中でアルプスのミルク絞り感が味わえます。めっちゃ見てるやん、バロンちゃん。なんだこのモモさんは。ではいきますよ。どうですか、バランちゃん、どうですか。なんだろうな、これ。今日も楽しいおもちゃ紹介できてよかったです。今日もこの辺でバイバーイ。よしよしよし、こちらね、ちょっと分解、中身はこうなってましたよ。どうしてね、出てくるのかわからないですけどね。